Welcome to Gundam Online! Welcome to Gundam Online! 喉が少しマシになった。ただちょっと時々ね、もう、喉飴はもう、外せないですね。本当ね、甘くない喉飴がいいよね。水飴じゃなくてもなんか、全く甘くないやつ。そう、なんか、要は、そればっか舐めてると、やっぱお菓子食べてるもんなんで、歯にね、ダメージよね。今度そしたら喉じゃなくて歯がみたいな。で、今回ですね、角生やしました。てってーん。てってーん。角やで。俺が、角だ。協力させていただきます。何か、そう、B を、B に突き刺さる。突き刺すんじゃなくて、突き刺すんじゃないの。突き刺さる。俺が、突き刺さるぞ。拠点を占領した。ハハハハヘディングしようと思ったけどあれ入ってたら即死だからで3点式になってますね失敗した出撃する機体を選択出撃する地点を選択してくださいだな。いや、使いづらい。弾は少ないし。退避させていただきます。めっちゃ合意されてるんですけど。行ってた。もう行きますよ。最大出力で攻撃を続けます。拠点を占領したわ。早いからね。ダメでした。護衛とかもうやめちくり。衝動がっつりございましたね。こっちもしてるんだけど。出撃する機体を選択。出撃する地点を選択してください。ネズミゲーですよ。ういじょういじょうと。俺の水泳部ヒトラム。いや失敗したな。判定して失敗だな。みんなこれで勝利を。っていうかね、この体の野郎マジやめてくれ。リペアポットそっち。協力させていただきます。いや、燃焼モジュールのアンチがあるなら、あのポットもいいじゃない、ムラガン。絶対に死ぬ。俺も戦死させることもないよ。おフレップ系になってるぞこれ。なんだっけ、ギルさん。もともとフレップ級なんですけどフレップ級ゲーですよもうそこは固くなになんか調整をしないですよねバトレイでは追加されましたけどもうだからっていう感じではあるんですぶっちゃけ割とだからおやんよくらったしまだだまだやられるわけにはいかないだからですね非常にそこを切り込まないといけないんじゃないのと思うんですよ私はいろいろもやってますけどバトルエリア拡大して歩兵戦でもしっかり、まあ、基本は歩兵戦でしっかりと勝って歩兵戦で勝てば本拠地に行けるようなマップ作りにしないんですけど歩兵戦で例えば地を取っても本拠地に絶対行けないからそこが問題なんですよね
ダーリミリボーコロニーとかは偏りますけど正しいんですよ。あれは血を取ったら本気島届くから拠点のダッシュに成功。僕は届かないもん全然。本拠地と中央とか制圧拠点が完全に分離してるんですね。全く連動してない。ここ連動しなきゃいけないじゃないですか。思うんですが、どうでしょう。いやーそんなのはまあ置いといても2号機はいいですな。回収回収とにかく集めよう。みんなマップに結構問題があると思うんですよね。これで修理。機体バランスもそうですけど、それ以上にマップ構造。回収を迅速に行う。背筋を垂らして出直してこい。これで勝ったと思うな。どうです。修理しませんか。複雑にするのはいいんですけど、手を貸して。なんという節節さ。ありがとう。見やすくしてほしいな。なんでこうなるの。行くしかない。これだよ、このブースト消費量。元祖ネタ機体、あ、ネタ武器。戦いのイロハをご存じないようで。これも占領した。前に続きがございます。このまま突き進む。回復しまーす。攻めやすくするか、もう完全に本拠地は1つでもういけませんみたいな、扉を2つか3つ壊さないといけませんみたいな感じにするか。その辺が昔から言ってるんですけど、甘いな。甘いです。作りが Thank you.
めちゃったで。ではでは、お次に参りましょうか。ヒントロも決めちゃった。そのガンダムジェノムフラントみたいにクラッシャーでクラッシャーで本拠地に狙うのが得意です。フレピクーなら分かるんですけど、同じ系やってくればいいのにと思うんですよね。なはず中途半端か、中途半端。前段食らいます。敵の本拠点を攻撃中だよ。なんて無謀な。敵艦を落としました。よし、敵艦を破壊した。こっち来るな。かわすねっつの。出撃する機体を選択、出撃する地点を選択してください。うかちに攻撃してこっちに兵庫が飛ぶのが嫌なの。俺を信じて待ってろって言うんだ。なんで盾はげたし。そろそろ本腰を入れる。もう仕方ない。壊れるわ。出撃する機体を選択してください。出撃する地点を選択してください。ああ、届かねえ。この程度では終わらないわ。どうしたんですかね。やるではないか。面白い。やばい、行っちゃうでしょ。これだけレーダーあってもね。フレフがおかしいんだ。まああいつおかしいのはいい、良くない、全然良くないんですけど、それはもうこれは運営がどうにかするしかない話なんで、これおかしいとは言い続けてますから、おかしいんですけど、それを私にはどうすることもできないんで、機体に対してね、マップでどうにかするしかないんじゃないの。枯れ花ごとく散って行きなさい。早く脱出装置を。はい、なぜ自分は死に場所を見つけました。被弾箇所の破損はほとんどありません。このまま任務を継続します。格闘してるつもりはなかった。出撃する地点を選択してください。圧倒的に申し訳ありません。なんだよそれ。龍弾でしょ、ジムキャノン W でしょ、龍弾も入れてる、片棒じゃなくて。出
撃する機体を選択してください。まあそんな感じで、だけどね、まあ初期に比べるとだいぶ良くなったんですけどね。まあただ0080でやらかしてますからね。0080ひどい。だからアルケン時代ね、あそこでもね、このゲームは一度崩れてますから。まあ復活時代も壊れてたって言えば壊れてたかもしれないですけど、まだプレイヤーがいたから完全にいなくなってましたね、プレイヤーがね。こちらは三手先まで読んでいるのだよ。なんて無謀な。被弾箇所の破損はほとんどありません。このまま任務を継続します。敵艦を破壊しましたわ。どこを見ている？試合機はここだぞ。もうないね。出撃する機体を選択する機体を選択してください。B 割っても Y 割られたらまあ、ダメだし。普通に格闘で終わった。ラムズ語なんて、ああ、角の方がいかなかった。インフィードできるようにしてきました。ネズミ処理だが、落ちろ、砕けろ、チリと風。せめてグフフライトタイプがもうフレピク並みに飛べるとかね、ハイスピードで。そしたらいかにおかしいかとかわかりますよこのゲームがわかりやすくおかしい。いや止めらんないんですもんね。
あれは止められないんですよ。分かってても止められないパターンがありますからね。回収完了だよ。いやー入らなかったね。我が軍の敗北です。わい、上からの方がいいのかな。あ、 B か。そんな気がしました。割とぶつかっちゃいましたね。完全に正面衝突したって感じ。チクショーって感じです。で、歩兵戦がもうがっつり負けてるんです。てか、これ負けてるのはこっちがもう劣勢だから突っ込んでやられまくってるっていうだけなんですけど、はい、そんな感じです。それでは最後まで見てくれてありがとうございました。終了した。